やあ、刹那圭介だよ。今回は武器に願いをやっていきたいと思います。じゃあ早速、あ、その前にちょっと言っとこうか。今回は前回みたいに、クレームがない状態で、ない状態で始まるんですが、今回はその分ナイトソードが売れてくれればいいんですが、ナイトソードまだ5本残っとることがいいところ。ちなみに、なんだ、クレイモアを買っていた人を紹介しよう。スワンノさんという方がクレイモアを買ってくださいました。飛剣ツバメ返し54のダメージを与えました。素晴らしい。クレイモア、ニュートンやって。かっこいい名前ばっかやな。薬草で回復しながらも76のダメージを与えるっていう大盤振る舞い、すごいな。こういう人にクレイモア買ってもらってさぞかし嬉しい。でもこの人すごいな。アイスランスでクレイモアレベルのダメージ与えとんで、この人すごい。前ちょっとパート25ぐらいでさ、初めて疑問に思ったけどさ、属性付きのなんか剣あるけどさ、魔王何属性なんだろうな、弱点何属性な魔王ってそれ考えたら属性って意味あるんか。これ見た感じ、魔王以外のモンスターに攻撃しちゃうところ見たことないんやけど、パート25でようやく気づいた。あと今日と明日と明後日ぐらいのやつでもしかしたら魔王倒せるかもしれんね。張り切らなくっちゃ。わあ、前回のパート見忘れた。ちょっとおさらいするん忘れとった。トレンド何だったか忘れたんやけど、多分サラマンドソードだったような気がする気はする。適当に散らしとこう。雷鳴剣、クリーズブレード。どっちだったかな。とりあえず雷鳴剣置いといて、あとロングソード、ロングソードは、まあ、当然のごとく入れておいてで、オッケー。後編来た。後編で言うと来た。サラマンドソード、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 でもってサラマンドソードロングソードか。お前お金そんなもん出ないんか。こらこのさ、汚れにくくなった場合にはかなり汚れてくるんよな。前から何度も言うよ。この矛盾どうにかならんかな。ワックスがけ1回ぐらいしたいな。汚れ全然直さん引ってもあっていいと思うんやけどな。てか客多ない、こなり多い、こなりいつも多かったかってくらい行くんやけど、忙しいな。アイスランスだったな。ナイトソード2本目。さっきチラッと1本目売れた見たよ。見たよ。ちゃんと。俺ちゃんと見たよ。ちゃんと見とったよ、俺。言ってないけど。できれば今日と明日だけで魔王を倒せてくれたらいいんやけどな、俺の願望。ここちゃうな。ここは何だっけ、サラマンドソード枠だったな。よいしょ。で、ここ雷鳴剣枠。よし。あ、でもちょっとやっぱクレイモアが大きかったんかな。クレイモア日本が大きかったんか、ちょっと売り上げが昨日よりは伸びてないかな。昨日よりはやけどな。まだ多い方ではあるんやけど、どうなんだろう。ロングソードですか。ロングソードですか。あなたいつもロングソードですね。バスタードソードで、ここロングソード。あ、ちょ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 、お客さん、邪魔をしないでください。こっちも商売でやってるんです。なんて失礼な。やっぱサラマンドソードだったんかな、トレンドで売れやすいって出たんは。そんな気がするっちゃするんか。ロングソード、これで終わり。OK。
今日の分で600何本は稼いでおきたいんやけどな、ちょっと売り上げ的にちょっとダメージ600もなさそうな気がするな。やっぱクレイモアが大事だった。ババア、毎回それ言おうけどさ、俺どういう感じで汚れにくくなったか全然わからんの。仲介ギルドさん、高台いただきます。医師も確か最近買ってないけん、全然属性付きのやつを作ってないっていうね。だからポンポン買っとく。ちょっと明日は勝負かけてみようか。いけるな、勝負かけよう。集客2倍、勝負じゃ。明日にかけるわ。そしてトレンドよ、重要なトレンド。おクレイモア3あるで。クレイモアで3は大きいし、属性好きも455って高い目やな。よっしゃ、明日ポンポン打って魔王を倒したいわ。これにかけるぞ。あ、こいつ、こいつにも頼みなかったのに。いや、こういう時に限ってこいつおらん。闇商人の手まだ借りようと思ったのに。おい、お前。こういういい時におらんのか、お前は。そう、やられた。まあ、しょうがない。よっしゃ、もう。こいつも、もう、頼めるもんには頼むという。総動員じゃ。パワー総動員じゃ。よっしゃ、明日に備える。もう明日で魔王を倒す気でいく。さあ、ここですよ。ここでの武器の作る数とかそういうのにも関わってくるんですよ。あ、ナイトソード作れんね、これ。2本しか残ってないのにナイトソード作れんのか。厳しいな、やばい、ちょっと厳しいな。集客、お客呼び寄せてもいい武器売れんのか。ちょっとまずいか、やっちまったか。この辺りのまだ撃ったことないやつもちょっと交えてしまおうかな。交えて撃ってみようか。ちょっと最終回スペシャルみたいな感じにしてしまおう。あ、お金がやばいって言うほどでもないわな。読みたらそうでもないか。ロングソードがやばいじゃん、今度は。あ、これちょっとまずいんじゃねえって。そうでもないわ、いけるわ。言うほどでもなかったわ。もうあんま考えなしに作りやる。正直あんま考えなしに作りやる。あ、ナイトソードが2本とクレームはなしっていうのがちょっと厳しいよ、ほんと。明日中に倒せるかどうかわからんな。わからんぞ、ちょっと厳しいか。この辺作ってみたいな。この辺作ってみたいけど無理やな。結局この辺作らず2枚で終わりそうな気がする。なんかちょっと悲しい話。バイクルってことはロングソードにもバイクルってこと考えたら結構作りといた方がいいような気がしてくる。バスタードソードもちょっと数用意しとこう。作れるだけ作っとってしまうかも、お金なんか気にせず。そうだ、明日中に倒す勢いでいこう。こんなもんか。一応こいつも。あ、150円になった。150円。みー、うえー、うえー。よっしゃ、明日に備えて寝ましょう。ここやな。プレイ時間5時間いったんやな。長い戦い明日で終わるかな、わからんなこれ。というわけで今回はこの辺で、もしかして次のパート最終回かもしれない。最終回であることを祈っておいてください。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け